同記者はツイッターで月間で30奪三振以上している中でのホームランランキングを紹介。その4人中4人が大谷なのだ。全部自分の名前、大谷ランキングに挑む大谷翔平。これまでの1位は2021年6月の大谷で月間13本塁打、33奪三振を記録。そして2年ぶりに1位を更新する14本塁打、37奪三振を放った。3位には2023年5月の大谷、4位には2022年8月の大谷と続いている。手には二物を与えずは嘘やな。時々与える時もあるみたいやね。個人的にすごいと思うのは打席数がリーグ3位で投球回数が9位で、二刀流を完全にものにして高いレベルの結果も残してるってとこや。現時点で MLB 最強バッター、さらにそれに加えて MLB 最強ピッチャーにもなろうとしてるん。ヤバすぎないか大谷さん。三冠王、マジに可能性出てきたわ。まだ半分だけど、一部しか差がないんやで。この活躍っぷり、年俸のコストパフォーマンスランキング出せば、それもダントツやろ。どちらかに専念することがもったいないレベルをはるかに超えてるわ。打者大谷も必要やし、投手大谷も必要やわ。改めて凄さを感じるわ。まあまあ、メジャーリーグって、みんな大谷って名字なの？なんでこんなに期待を超えてくるんやろうか。すごいわ。すごいの上の言葉を使いたいんやけどないわ。もう神やで。シーズン50本到達は見てみたいわ。後半は敬遠も増えるから最大の敵は、そもそも打たせてくれないってところやろな。とにかく今年はホームラン王、これに焦点を当ててほしいわ。日本人のメジャーホームラン王なんて、来年以後の大谷は別にして今後100年ないと思うわ。ホームランダービーは絶対に出ないでくれ。体力温存して後半行こうや。頼むで。ミスターメジャーリーグや。